三菱が送り出した久々の本格的スポーツカーとして1990年10月にデビューしたのが GTO だ。その名前は名車ギャラン GTO から受け継いでおり、当時の三菱がいかにこの車に期待を込めていたかがわかる。スタイリングはアメリカ市場を意識した三菱らしさあふれる濃密なもので、特に車両を上から見下ろすとよくわかるドア付近で極端に絞り込まれるコークボトルラインは圧巻で、当時ひときわ目を引くデザインだった。見た目だけでなく中身に与えられたメカニズムも非常にこだわりが深かった。特にシャシーは当時の三菱が理念としていたオールホイールコントロールに基づいて開発が行われ、フルタイム 4WD をはじめ 4WS、 電子制御サスペンション、ABS といった最新技術が投入されていた。他にも速度に応じてフロントリアのスポイラーを制御するアクティブエアロや、排気音を制御するアクティブエグゾーストシステムの採用など、電子制御と可変機構を数多く投入したハイテクが GTO の個性であった。プラットフォームはディアマンテがベース、フロントに横置き搭載されるエンジンは3リットル V 型6気筒 DOHC ツインターボの 6G72 型ターボと、その自然吸気バージョンという2種類。ターボは最高出力280馬力、最大トルク 42.5 キロ、 NA は最高出力225馬力、最大トルク28キロというスペックを発生した。1993年8月にマイナーチェンジを受け、それまで採用していたリトラクタブルヘッドライトを固定式に変更。ツインターボにはゲトラグ製6速マニュアルがおごられ、最大トルクも 43.5 キロに向上した。1994年8月に30キロの軽量化を図った MR を追加。96年には18インチタイヤを採用。そして98年には押し出しの強いエアロパーツとリアウィングで武装するなど、時間とともに進化を遂げた GTO だったが、スポーツカー受難の逆風に勝てず、2001年8月で生産を終えている。